ははいこんばんば今井です、まあ、本日はあの当日ですねえっとまあ動画撮ろうか悩みましたけども一応あの毎日配信を続けるということで今日も撮影をしております皆さんからねいろいろメッセージいただいてありがとうございますまずはですねあのお疲れ様でしたと皆さんには言いたいかなというふうに思いましたまあ僕がえっと1ヶ月近くですね続けてこれたのも皆さんがね あのご覧いただいたことで、えっとまあ、僕もすごくこう、まあ、プレッシャーを感じながら一緒に勉強できたかなというふうに思っておりますなので、まあ、まずね、えっと、もう自己採点されている方もいらっしゃると思いますけどもまずはもうあの受けてしまったものですのでまあねあの振り返ることも重要ではあるんですけどもこれから先のことを見るっていうのもすごく重要かなと。 いいう,うに思います、まああの3月9日より前なのか分かんないけどあの学校生活もねまだあの続きがあると思いますしあのこれからまた卒業旅行とかねすると思うんですけどもあのその時間をね今後はカーする時間に使ってほしいなというふうに思ってます。あのの学生時代のねそういう思い出ってい思出非常に えー、臨床出てからも重要になりますので、えっと、最後ままででねこあの学生生活を楽しんで欲しんいいいなという,ふうに思いますで僕の方はですね54回の問題正直まだ1個も見ていません1個もじゃないかいくつか送られてきてるん,ん ?2 問ぐらい見たかな見たかなというところではあるんですけども僕の方でいろいろ解説の方というかできればとは思ったんですけどまだね問題がないのでできないんですけどえー、っと まあこの画像にある通り第54回理学療子国家試験速報というふうに打つといくつか出ていきますで僕もいくつか見させていただきました正直問題がないのでいいのか悪いのかわからない部分はあるんですけども、まあ、若干、まあ、そうだなでも皆さんのメッセージから 考えると午前を取れてるとまあ、午後相当難しかったらしいんですけど午前取れてる人は結構いけるんじゃないかなっていうのはなんか皆さんの意見からね聞かれておりました確かに速報を見ても午前の問題でこういろんな何社かね出てたりしますけどもそこまでそう言わないかなというふうに思いますただ若干こう まあこれは真実かどうかわからないので僕の予想ではあるんですけどもその1個出した速報を真似て他の速報を出しているパターンもあるのでまあ全部をまあ鵜呑みにするわけではなくえっとこれから多分解答速報というかね解答を多分学校に帰って。 先生たちがね、えっ、ー、とやると思うんですけども、まああのいくつか、えー、自己採点する中で、えっ、ー、とまあ見極めてほしいなというふうに思います。まあ今回の問題の中で不適切問題がいくつか出るんじゃないかなっていうのは。 かんえー、となんとなく予想はしていますなぜかっていうと55級に難しくなったりとかあとはなんかメッセージでいただきましたけども、あのー、問題の傾向の、ねまあ、出し方の傾向が変わってましたとかっていうね声が聞かれたのでそういうタイミングで結構こう何かしらのね、えー、とミスが起こったりしますので、まあ、そこは、えーとまあ、期待はしておいてもいいのかなと思います。でとりあえずまあ自己採点として最低限のライン168点だっけ は、まあ、自己採点の中で取れてればまあまあ一旦安心しましょうっていうのは、えー、と理解してほしいなというふうに思います。まあ、速報もね全てうのみする必要はないんですけどもまあまあ参考程度に見ていただいてえっ、ー、とまあね当日のケアレスミスとかもあるかもしれないんですけども一旦落ち着いてねあの終,わりま終わったことなので正直僕もね何て声かけてあげたらいいかちょっとわからない部分もあるんですけどもあのもう終わった。 ということはまずしっかり、えー、と受け止めていただいて、まあ、その先ね何をするかっていうのは、まあ、またそれぞれねやることはあると思うんですけども今できることをまずやっていければなというふうに思いますなので僕も、まあ、今日ね正直動画はどうしようか悩みましたけども一応、まあ、皆さんにね、えっと、お約束した通り毎日配信しますというところで、まあ、そこにはコミットしようかなと思って見てやっております。 まあ速報いくつかまあ多分明日の朝になってるともう結構何社かねドゾドゾドゾって出ててこう相違点とかは出てくると思います。午前の問題に関してはそこまで相違点はないかなっていう感じはありますけども午後になってくると多分相違点が出てくるんじゃないかなと予想はしてます。皆さんかからののの意見でででね難ししったたとというところがあるのででま,たあとまあ僕の方は問題入手し次第、えっと 内容を見ながら多分僕も調べなきゃいけない問題が多分出てくると思うのですぐにこう速報というか解説ができるわけではないんですけども、えーっとまあ、55回に向けてっていうのと54回の方がまあ卒業されて理学療法士になった時に国士の知識を臨床に生かせるような、えー、っと動画作りっていうのを今後続けてい,きたらいけたらなというふうに思います。今日ねあの東京の会場に行ったんですけども8時ぐらいに着いたんですけども,も会場はいっぱいでしてね。 若干行くのが遅かったかなというふうに思ってます。あの何人かの方にはね、あのご挨拶できたかなとは思いますけど、またこれからねいつでも会えるかなというふうに思いますので、ぜひメッセージ等をいただければと思います。まずは一旦皆さんお疲れ様でした。 これは本当に、ねえー、まあ皆さんねここ今日まで努力してきたことっていうのはと何かしらに生かされることがあると思いますしそれをサポートしてくれたまあ学校の先生とかねまずはまあ家族あと友達っていうものに感謝してもらえばいいいいかなという,ふうに思います正直今日の動画何を撮ったらいいか分からなかったんですけども一応皆さんにメッセージとしてね「お疲れ様でしたと」となかなか全国の方に届けるのは難しいかなとは思ったんですけども一応まあ僕の。 まあ、けじめとしてね毎日やりますっていうお話はしましたのでけじめとして動画を作らせていただきましたまあ今日の動画はね何も勉強になることは正直何もないんですけどもこれから先皆さんのねが理学療法士になった人またはねなんなかった人っていうのもね出てくるかもしれないですけどもなった人に関してはねまた引き続き僕の方でできる範囲でねサポートしていきたいと思っておりますので引き続き皆さん是非よろしくお願いいたします。 ですのでまあまたね僕もまだまだ動画を続けていくつもりですので、えー、とまた興味があればメッセージとかね何か困ったこととかあればね僕の中で協力できることは協力させていただきますので是非メッセージをください。ということで本日は何のためにもならない動画ではございましたが皆さんがお疲れ様でしたと今日ね安心して眠,眠れるように何かしらね僕もねこう動画撮らないと寝れなかったですのであのー、寝れるかなと。 これでいいう,うに思いますまずは本当に皆さん本当にお疲れ様でした。これだけとりあえずは言いたかったです。はい、でその学生をサポートしてくださった先生方またお友達家族の皆様お疲れ様でしたと、まあ、私の方から、まあ、全く意味はないですけどもあのお礼を申し上げたいというふうに思います。ということでまた引き続きね毎日動画の方では配信していきたいと思いますのでもし興味がありましたらいいねまたフォローまたはチャンネル登録をお願いいたします。では 本日は皆さんお疲れ様でした。おやすみなさい。